皆さんこんにちは、英語コーチの梅田です。今回は TOEIC のリスニングスコアが伸びない人の共通点についてお話しします。それだけではなくて、実際にワークを通じてリスニングが伸びる勉強法を皆さんに体感していただきます。今この動画を見ている皆さんは TOEIC のリスニングスコアが伸び悩んでいる、リスニングが苦手という状態だと思います。では私から一つ質問したいんですが、あなたが TOEIC のリスニングができない理由は何だと思いますか？ TOEIC のリスニング45分間のテストを集中しきる集中力がないんじゃないかな、問題形式に慣れていないからじゃないかな、もしかしたらこんな風に思って問題を解く練習をしたり何度も試験を受け続けたりしているかもしれません。でもそれでもリスニングスコアはなかなか変わらない。おかしいな、どうしたらいいんだろう、そんな風に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。私も TOEIC のスコアアップを目指す方のコーチングをしていく中で、多くの人がこの課題を抱えていることに気がつきました。そして学習者の方を見ていくうちに、そうやって伸び悩んでいる人にはある共通の課題があることに気がつきました。そして今ではどうやったらその課題を解決できてスコアの壁を破ることができるのかにも気がつくことができました。そしてその勉強法を実践していただいたところ、3ヶ月で TOEIC 495点から745点、5ヶ月で TOEIC 850点から920点などの結果を出していただくことができました。今日はリスニングが伸びない人の共通点をお話しして、どうやったらリスニングの伸び悩みを解消できるのか、3ステップのワークを通じて皆さんに実感していただきます。 TOEIC のリスニングスコアを上げたいという方は必ず最後まで見てください。今回の動画が少しでも良かったら高評価やコメントをお願いいたします。そしてこちらのタオルは視聴者の M 芝谷さんからいただきました。 M 芝谷さん、いつもありがとうございます。それでは早速スタートします。リスニングが伸びない人の共通点をお話ししていく前に、まず皆さんにパート2の英文を聞いていただきます。1回しか流さないので集中して聞いてください。 Where can I get the expense report form?聞き取れましたか？聞き取れたという方は、この英文がどういう意味だったか日本語で説明をしてみてください。どうでしょうか？もしも今流した英文が完璧に聞き取れて意味もしっかり覚えられているという方は、この動画を見続けていただく必要はありません。きっとそういう方はリスニングですでに高得点をお持ちの方だと思います。もしも今の英文がはっきりと聞き取れたのにリスニングのスコアが悪いという場合は、テストテイキングスキルが足りていない可能性がありますので、そちらを鍛えていく必要があります。概要欄におすすめの動画のリンクを貼っておきます。もしも今の英文がわからなかった、意味を 100% 理解することができなかったという方は、引き続きこの動画を見ていただければリスニングの伸び悩みを解消することができます。おそらく8割以上の方は英文が何と言っているか正確には理解できていないか、その時は分かったような気になってもすぐに忘れてしまうという状態だと思います。ここにあなたのリスニングスコアがなぜ伸びないかの原因があります。それはTOEIC のリスニングに必要な基礎的なリスニング力が足りていないということです。問題を解けないのがあなたの課題ではなくて、そもそも聞けていないのが問題なんです。ここで言う基礎的なリスニング力って何？と思われる方もいらっしゃるかもしれません。私が言う基礎的なリスニング力というのは、文字の情報と音の情報、そしてイメージ、この3つを結びつける力のことです。つまり音を聞いたら意味も理解できて情景まで想像できている、こういった状態のことです。基礎のリスニング力があればTOEIC対策をほとんどしなくてもリスニング450点あたりまでは到達することができます。そしてそこからTOEIC対策をしっかりしていけばリスニング満点も全く夢ではありません。当たり前のことを言うようですが、リスニングのスコアを伸ばすためには基礎の英語力をつけていくということがとても大切なんです。実はTOEIC対策をいくらやってもスコアが伸びないという方の共通点は、この基礎のリスニングのスキルが足りていないのにTOEIC の問題の対策ばかりを行ってしまうということにあるんです。これを聞いて今どう思っていますか？もちろんそれは正論なんだけど、じゃあどうやってリスニング力を伸ばしたらいいの？と思っているのではないでしょうか。中には学校でリスニング対策をほとんど習わなかったから、どうやってリスニング対策していいかわからないという方もいらっしゃいますよね。でも安心してください。今から最短でリスニング力をつけていくためのトレーニングを実践していきます。 TOEIC で出題される英語をどうやったら聞き取れるようになるのかを知りたい方は、引き続き動画を見てください。ではステップに入る前に先ほどの英文をもう一度聞いてみましょう。Where can I get the expense report form? 聞き取れましたか？まだ聞き取れなくても慌てなくて大丈夫です。今回の英文の内容はこちらです。さて、この英文を見ていただいたときに英文の意味はわかりますか？さらに、この発言がされる状況、この発言の話し手の感情、これに対して想定される答え、こういった情報も掴むことができるでしょうか？さて、ここで文字で見たときに意味が全く思い浮かばない。文字で見たときにも意味がわからない単語がある。情景がうまく思い浮かばない。こういう人は、そもそもこの英文を理解するための力が足りていないということになります。その力とは、単語力、そして文法力です。例えばこの英文だったら Where can I はどこで何々すればいいですかという意味の疑問文。 Expense report form
は経費報告書の用紙という意味、そしてこの文はオフィスのシチュエーションで同僚か上司または経理の人に書類の場所を尋ねているというシチュエーション、想定される答えとしては戸棚にあります、メールを見ればわかりますなど、場所や手に入れることができる情報を伝える回答が来るはずだということがわかります。とても短い文なんですが、これだけの情報量があります。この情報量を理解するためには単語や文法といった知識が必要不可欠です。リスニングなんだからとにかく音を聞かないといけないんじゃないの、文法を勉強するのは遠回りじゃないと思われるかもしれませんが、それは間違っています。英文の意味を正確に把握できていなければ、いくら英文を聞いても英語力は上がりません。まずは単語と文法の見直しから始めましょう。リスニングの問題を解いた後にこの観点でしっかりと復習するだけでも自分の中で理解ができる単語や英文が増えていくので、とても力になります。今回の英文はかなり簡単な文だったので、この文は分かったという方も、実際に問題を解いた時に理解できなかった文章でこれを行うとすごく力になります。単語力や文法力が不安という方はまずここから鍛えていきましょう。ステップの2は発音練習をするです。発音ってスピーキングの練習じゃないの、TOEIC対策と離れすぎてない、こんな風に思った方もいるかもしれません。ですが先ほどの英文を見て皆さんこう思いませんでしたか？文字で見れば理解できるのに音で聞くと理解できない、そんな風に感じる方は正しい音の発音が理解できていないという可能性が高いです。正しい発音を知らないとせっかく単語や文法を知っていても聞き取ることはできません。例えば今回の文の冒頭 Where can I はつながって Where can I のように一つの音に聞こえます。また Expense Report Form の Report はリポートのように聞こえます、レポートではありません。このような音の特徴を把握することが重要です。どうやったらそれが把握できるかというと、英文の音を聞いて真似して音読してみることが一番です。まずはゆっくりと発音をしていきます。私の後に続いて発音してみてください。 Where can I get the expense report form?言えましたか？続いてもう少し早口で言ってみます。 Where can I get the expense report form? いかがでしょうか？では続いてネイティブが発音している音声を流すので、そこに続いてもう一度言ってみてください。どうぞ。 Where can I get the expense report form?言えましたか？ここではあまり英文の意味などは考えなくてもいいので、とにかく発音に集中して声に出すということをトライしてみてください。また一つ TOEIC の学習上の注意点としては、 TOEIC にはイギリス英語の発音が登場するということがあります。例えばスケジュール、スケジュールはイギリス英語の発音だとシェジュールのように発音されます。 TOEIC の参考書の問題を解いていくとこういった単語がよく出てきます。わからない音があったらその都度確認をして自分で真似して読んでみるようにしてください。続いてステップの3です。ここまで来たら最後は文の意味とイメージをくっつけるトレーニングをしていきます。どうして情景をイメージしなければいけないのかというと、 TOEIC では全く知らないシチュエーションや状況を前情報なしで聞かないといけないからです。特にパート2ではやり取りが1往復だけで状況も把握して正しい答えを選ばないといけません。実際の英会話であれば全体の会話の流れや状況、自分が持っている前提知識などから英文の内容を推測することはできます。ですが TOEIC ではそれができません。ですので自分で英文を聞いて即座にイメージをするということが大切なんです。この時に重要なのが意味をイメージしながら音読をすることです。これを私たちはコンテンツ音読と呼んでいます。この時のコツは2つあります。1つ目は英文の語順通りに意味を理解すること。 Where can I get the expense report form? であればどこでできますか、手に入れる経費報告書というように、英語を意味の塊ごとに区切ってその順番で意味を理解することが大切です。2つ目はシチュエーションをイメージすること。想像してみてください。あなたは今会社で働いています。上司から経費報告書を出すようにと言われましたが、どこにあるのか分かりません。その時の気持ちでこの英文読んでみましょう。 Where can I get the expense report form? もう一度音読してみます。一緒に読んでいきましょう。 Where can I get the expense report form? 意味をイメージしながら音読することできましたか？そしてこのように尋ねたら相手の人は、あ、この場所にあるよとか、メールで場所を伝えるよとか、そういった回答をするはずですよね。答えとなるような状況までイメージすることができるはずです。このような形で具体的に意味や状況をイメージしながら音読していくことが重要です。そのためにはもちろんまず英文を正確に理解しておかないといけません。もしこのステップ3がうまくいかなかったら、もう一度ステップ1に戻るなどして確認をしてみてください。では最後にもう一度英文を聞いてみましょう。今回は選択肢の英文も一緒に流します。答えがわかるかどうか聞いて確かめてみてください。 Number 19.Where can I get the expense report form? A. I'll email you the link.
B. You need your supervisor's signature on them. C. Thanks. It took me a lot of time.いかがですか？正解は A でした。報告書の場所を尋ねる問いかけに対して I'll email you a link、 E メールで場所を送りますと言っている A が正解でしたね。 B は You need your supervisor's signature on them、 それらはあなたの上司の署名が必要です。 C は Thanks, it took me a lot of time、 ありがとうございます、とても時間がかかりましたという問いかけとは関係のない英文でした。いかがでしょうか？英文を聞いた瞬間に音も聞けて意味も分かってその場の状況も頭に思い描くことができたら選択肢を迷わずに選ぶことができたのではないでしょうか？これこそが TOEIC でスコアを伸ばすために必要なリスニング力です。そしてこのトレーニングを今しっかりと行っていただいた皆さんは一つ気づきを得ているのではないかと思います。それは TOEIC のリスニングスコアを伸ばすためには問題を解く練習をするだけではダメだということです。今回はTOEIC のパート2に出てくる英文を使ってトレーニングをしていただきましたが、問題を解く練習をしていただいたわけではありません。ですが問いかけの文を聞いて状況をイメージして答えまで選ぶことができていたはずです。この聞いてわかる力というのが TOEIC のスコアを伸ばすためにも非常に重要です。しっかりとトレーニングをするようにしましょう。今回はリスニングが伸びない人の共通点をお話ししてリスニングを伸ばしていくためのトレーニング方法についてお話ししていきました。いかがでしたでしょうか？基礎からやり直すのか大変そうだな、自分にできるようになるのかな、こんな風に不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。ですが基礎を固めることが結局は一番の近道になります。この動画を作る時にも最初はもっと楽にできそうなテクニックのお話をしようかなと思っていたのですが結局は皆さんのためにならなくなってしまうのであえて厳しい方を選びました。私は皆さんに本気でスコアアップを目指していただきたいと思っています。一生懸命やっていけば必ず成果は出ますので頑張っていきましょう。そしてビーコンイングリッシュコーチングの公式 LINE では最短で TOEIC のスコアを上げるための環境を用意しています。今なら TOEIC パート1の品質単語73選、タイガー模試の難単語リストなど TOEIC のスコアアップを達成するための豪華な特典を配信しています。他にも英語脳の作り方、中学英語完全制覇の講義スライドなど計6つの特典が欲しい方は消えてしまう前に今のうちに LINE の登録をしていただければと思います。では最後にまとめをお話しします。 TOEIC でリスニングのスコアが伸び悩んでいる方の共通点は基礎のリスニングのスコアが足りていないことです。基礎の力が足りていなければいくら練習したところでスコアは上がりません。基礎のリスニング力とはつまり文字の情報、音の情報、そしてイメージ、この3つを結びつけるということでした。そしてリスニング力を最短で伸ばすためのトレーニングは次の3つで行ってください。ステップ1、単語と文法を理解する。ステップ2、発音の練習をする。ステップ3、コンテンツ音読をする。問題を解いて復習をする際にこのトレーニングを行っていけば必ず TOEIC のリスニングスコアは伸びていきます。ぜひやってみてください。あと今回の動画以外にも英語力を伸ばすための貴重な情報を配信していますのでそういった動画をこれからも見逃したくないという方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークもクリックしておいてください。というわけで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ライオン模試、タイガー模試、ウルフ模試も好評発売中です。ではまた次の動画でお会いしましょう。